お願いします。では、スタートしていきます。はい、製品版では実はオープニング の、 世界観の説明みたいなムービーが最初に入るんですけれども、はい、そこを今ちょっと制作中でして、音をちょっといろいろ調整したりとかしているので、ガリルというあの主人公の人がいるんですけれども、はい、それと、はい、アーシュラという女の子のこの、最初のストーリーから始まりますと。はい、うん、かっこいい。そうですね、環境音とか、BGM とかもそうなんですけど、そういうところとかあります、やっぱ雰囲気がありますよね、やっぱりね。字幕なのがいいんやで。うん、今のキーワードですよね、ゲーム全体の。そうですね、空が青かったらっていう風なね、セリフが流れてますけれども。そうですね、この人たちの世界だと、空が青いっていうことが、ありえないっていう。そうなんですよね、常にこういう感じの天候で。そうですね、こういうところがあります。もう早速もプレイアブルで、操作できるところに、酒場に行くという形で行ってくるので、これも早速操作できるようになっているとこのウィンドウとか、あとフォントとかを見るとやっぱいいです。ちゃんとこだわりがそこに、フォント一つ取ってもやっぱ出てますもんね。そうですね、逆にやっぱそこをこだわるっていうのは、UI とかやっぱすごい大事なので、その後の地味なところですね。早速そんな話ですけど、地味な今のそのピロンっていう風な、そうね、音一つ取ってもなんかいいんですよね。はいはいはい、そうですね、そういうあたりですよね。あとはこういう、民家っていうところを作るみたいな、そうか、これただの民家なんですよね。民家なんですよね、別にここで何かがあるわけじゃない、ね、そうです、一応意味はあるんですけれども、別に何でしょうね、入らなくても別にいいっていうようなことなん で、はい、でそういうで、こういうものってもう今のご時世だと、省くもう一辺倒なんですよ。要するにコストがかさむとか、もっと別の要素を作り込む必要があるみたいなところで、でもあえてこの地味なところをこう作るっていうところをこうやっていこうというところで、本当地味なところをとにかく作るっていうのが今回で、それが RPG としてそのこういうのだよねっていうところをやっぱり、やっていきたいっていうところで、結構そこはもう実直に、そうですね、見ていただければ多分その辺伝わるだろうなと。そうですね、で、早速も酒場で、今酒場に入ったところですけれども、ね、これイベントシーンですかね。はいですね。でさっきのムービーからもあったんですけど、このゲームボイスはなしです。ボイスありません、で、それに対してやっぱり意図があって、このゲームというか、ロールプレイングゲーム自体がやっぱりその何でしょうね、こう自分でこうプレイするっていう、その何でしょうね、やっぱり何でしょうね、こうボイスが入ることによって、こう何でしょうね、想像の余地みたいなのが一気に削られちゃうんですよね。確かに確かに。で例えばこのムービーだけを見るとボイスがあった方がいいんですよ、ムービーだけを見れば。ただゲームをプレイする上で、例えば会話のイベントとかあるじゃないですか、そういうところでいきなりボイスがなくなったりとか、そういう風になった時に優劣が生まれるじゃないですか、イベントに。でそういうものとかが僕昔からすごい違和感 で、これはもう意図して、お金がないとか予算がないとかそういうことじゃなくて、意図的にこれはもうそこにかけたくないんですよね、そういうものってもうたくさんあるじゃないですか。それはそのユーザーの想像の余地を残したいし、あとはテンポもやっぱりそこで維持したいしっていうのもありますよ ね、やっぱり、そこの部分っていうのは、古臭いとか売りがないとか言われるんですけど、でもそこをちょっとこだわらせてくださいっていうところで、逆にだから効果音とかその音楽とかみたいなところが、ボイスがないことでこの引き立つっていうところで、それをちょっと見てほしいっていうところはやっぱり、強く言っておきたいかなというところで、こだわりみたいな、頑固親父のこだわりみたいな、で、頑固親父ってことばっかり年取ってないですそうですね、みたいな。いやでも一気にやっぱキャラクターになっちゃうんですよね、やっぱりそこがやっぱり主人公というか、難しいんですけど、そうです、もちろんゲーム性とか見せ方によるんですけれども、やっぱり今回のアライアンスとアライブに関しては、やっぱり声なくちゃんと想像させながらやった方がいいってことですよね。あ
あとはもう浜渕さん、浜渕正さんがコンポーザーなので、はい、しかも全曲作ってくるんですよ、はい、で、まあ、その音楽をやっぱり聴いてほしいし、はい、あのサウンドレーサーの斉藤さんっていう人が効果音もちゃんと全部作ってくれるんで、まあ、めちゃめちゃ効果音多いんですよ、一番作業多いぐらいな感じで、それ贅沢ですよね、そうなんです、今なかなかないですから、ね、だから例えば足音とかこうやってなってるところもキャラごとにやっぱり変わったりするんですよ、うんうんうん、そのキャラクターがこう、なんでしょうね、こう戦闘キャラクターをこう操作を変えられるんですけど、ちょっとキャラクター軽くなったとかですね、とか、はいはいはい、みたいな。へえ、それすげえ。どうか意外とだからそういうとこもこういう風に言っておくと、うん、あのプレイした時に見てもらえるし、で効果音とかって本当になんかこだわってもあのあんまりこう通り過ぎちゃうところなんですけど、うんうん、あえてまあそういうところにこだわってますよっていうところで、まあ、これ大事なんですよ、絶対効果音ってやっぱりその、うん、プレイする UI の部分に関わってくるので、はいはいはい、そういうところっていうのを少しやっぱり見てほしいなと、そこなのねと、別に手抜きじゃないんだねっていうところで、うんうん、でちょっと冒険の方に入っていこうかなと思うんですが、はい、まあ、ショップですね、ですね、でまず冒険の準備ということで、はい、まあ、このゲームあのバトルで武器が何でも持てるので、はい、あのちょっとなんか、アイテムを買っていこうかなと、まあ、例えば、まあ、大剣とか欲しいなと思ったら買っていく、うん、まあ、弓とか欲しいなと思ったら買っていくとかみたいな、はい、まあ、最初からの装備自体はあるんですけれども、まあ、そこをちょっと多少強化してそうですね、いっていこうかなと、まああれですね、まあ、武器自体はこうこれあの剣とか槍とかがあるんですけれども、はいはい、これ画面の構成はこれどうなってるんですか、上画面と下画面の。あ、基本的に上画面が操作画面になっていて、はい、下画面が補助的な画面、補助的な画面な、これ僕の方で今タッチしてるんですけど、くるくる回る、はい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 、はい、なるほどですね、あー、ステータスもですね、で、まあ、武器はこういう風にあってっていう、腕力集中、そうですね、でこういうものとかがあって、はいはいはい、あのどんなステータスなんだろうというところを実は、あのワードヘルプみたいな形でこう実は見てるので、あ、これいい、これいい、そうです、まあ、これ自分用に作ったところで、あのゲームデザインの小泉教授さんって、はい、もうすごいあのパラメータとか多く作ったりとか、あ、あの、うん、細かい、非常に細かいので、うん、僕も細かいんですよ、性格が、うん、で、あのそこのぶつかり合いで、これはね、あのこれでも便利です、便利ですね、これがあるから、そうです、そうです、だから例えばパラメータがいろいろあるんですけど、うん、まあ、そういうものとかがこれ何ってなった時にこう、そう、いや、うっかり、分かんないと、うっかりすると精神とか最後まで何だか分かんないよ終わっちゃった時とかあるじゃないですか、そうなんです、ね、これちゃんとね、説明があるのはいいですね、だから小泉さんが今回ゲームデザインで、はい、僕が UI なんでもう黙っちゃいないです、もうだから超細かくこれ塩切ってあのギスギスしながらやりたい、いや大事です、これも大事ですよ、本当にだから細かいんですよみたいなところをこう、こうやりながら、やり合いながら、いや、でもやっぱりこの、ね、ロープレってこのカスタム要素っていうか、いじれるところがやっぱある方が楽しいじゃないですか、ですね、基本的にですね、まあこだわる理由っていうのも、はい、例えばなんかこういうそのなんでしょう、今攻略サイトとかでもすぐ見てこう最適解を探してプレイするっていうのが、まあ一般的に、まあ、普通だったりするんで、うん、まあ、鉄板の構成みたいな、そうです、だからそこをなんかなんでしょうね、まず攻略サイトにっていうよりかはゲーム内でちゃんと情報を表示しておいて、でそれでこう考えるきっかけみたいな、まあ別にそれで公式サイトの方が全然いいっていう、あ、公式サイトとか攻略を見た方がいいっていうんだったらそれはそれでいいんですけれども、うんうん、あのちゃんとゲーム内で情報を表示する、これはもう徹底していて、あのプレイしてほしい、自分で考えてみたいなところで、うんうん、まあ、やっぱ思考してなんでしょうね、あのプレイするっていうのがロープレの醍醐味であるんで、そうですね、そうです、例えばもう好きな武器とか使っちゃっていいわけですよ、やっぱりそのこいつなんか槍がいいなと思ったら槍がいいしとか、いい、これ重量とかもあるんですね、そうです、そうなんです、まあ、そういうとこ、ね、細かいんですよ、だからこれがあの素早さとかに、まあ、行動速度に影響するとか、やっぱりそれってこう振り幅があるじゃないですか、そうです、プレイヤーの個性がちゃんとこう出せるし、そうなんですよね、まあ、そういうところがいいですよね、でやっぱりこういうものとかって、あのゲームで小泉さん的に言うと、はい、こういうの全部表示するとあの難しいゲームに見られるところもあるんで、もう、はい、マスクデータとしてこう伏せたがるんですけど、やっぱそこをあえて、まあ、その開示して、はい、あの分かりやすくするきっかけにするっていうところを今回やっていて、うん、まあ、あのレジェンドオブレガシーとかとは真逆の作り方をやっていこうというところで、うんうん、あ、まあ、新作っていうこともあって、そうですね、なるほどなるほどなるほど、そういうところではやっていますね、でちょっと準備ができたので、はい、早速行ってみましょう、行きましょうか、はい、まあ、いろいろとこう実際にプレイしていただいたときに民家とか入っていただいて、まあ、キャラクターとか話していただきながら、あの世界観に浸ってもらえるといいかな、いろんな NPC とこう無駄な会話じゃないですけれども、そうですね、ストーリーに進行がない会話とかができるのもいいですよね、うん、やっぱり、ね、
まあ、あと、まあ、今回のこだわりでシナリオが村山義隆さんっていう方で、はい、まあ、群像劇のシナリオを書いてもらうんですけれども、はい、今回のこだわりでコストとか考えるとこれをこのイベントシーンみたいなものをこう立ち絵で、はい、アドベンチャーゲームっぽくやるっていうのがキャラクターがボンボンって出てみたいな、そうなんですよ、鉄板なんですけど、はい、まあ、コスト的に言ったらそっちの方が圧倒的にいいんですけど、はい、キャラクターがいいのでやっぱこういう演技をさせたいんですよね。これはキャトルコールさんに、開発のキャトルコールさんにめちゃめちゃ負担かけてるんですけども、はい、これがやっぱり今のがやっぱりいい、ね、手付けじゃないですけれども、ちゃんとこうね演技させないとダメですよね、キャラクターを、ね、そこがですね、だから今頑張っていろいろ作ってるところで、なるほどですね。で、まあ、この画面を見て、ワールドマップだっていう人に手に取っていただきたいっていうのをもう最初に絶対言おうと思ってたんですけどこれをオープンワールドじゃないですよ、ワールドマップっていう方、はい、これをちょっとこれが欲しいんですよ、ロープレー、ただ移動できるだけなんですけど、やっぱ これがこのワールドマップが、ここに世界があるみたいな感じがします、広がりがありますよね、そうなんです、やっぱりね、奥まであってね、これなんで、いやもう2000年代から全然消えちゃって、これなんで作ってくれないねんって思って大人になったんですよ。大人になったんで、それをこう自分で設計してやろうっていうところなんですよね、これをやりたい。テンポ早いっすね、今のバトルへの切り替えとかも、ね、そうですね、テンポだけは調子上なんで、めっちゃいいですね、ですね、まあ、通常のなんでしょう、ね、まあ、テンポだとこういうような感じなんですけど、実は4倍速まで入っているので、ああそうなんですね。じゃあ戦闘慣れてくると割とサクサクいけちゃうみたいな、ね、はい、ちょっと2倍とかにしてみましょうか、うん、まず2倍ぐらいだとこんぐらいのものになるので、まあ、割と人形とかもあるんですか。そうですね、はい、あったりしますね、まあ、感覚的にプレイしてもらえればそんなにまあ気にしなくてもいいかと思うんですけど、はい、まあ、おいおいちょっとご紹介していきます、はい、そのあたりとかも、でタレントを取得しましたっていうのがあるんですけど、これちょっとご説明だけすると、はい、今回資質という要素があって、これキャラメイクに関するところなんですけど、今武器とかをたくさん装備したと思うんですよ、うん、槍とか、うん、でこの資質というもの、タレントポイントっていうのをバトルで入手する経験値みたいなものだと思っていただければいいんですけれども、それに対して、資質というものがあって、まあ、各武器ごととか、移動するときの、効果みたいなものがあって、そのタレントポイントを使って何かを習得していくみたいなものだと思っていただく。で簡単に言うと、例えば大剣で、はい、新しい技をもっとたくさん覚えたいってなったら、はい、この新技覚醒っていうのがあるんで、覚醒の習得率が上がります。でこれを覚える、そうすると大剣使いに育っていくっていうのがあるじゃないですか。上の覚醒工場との違いは何なんですか。覚醒工場っていうのは使った技の威力が上がっていく、要するに技の威力が研ぎ澄まされていく、まあ、こっちどっちを取るかですよね。強い技をどんどん強くしていくか、好きなやつができたらそれを突き詰めるためにこっちの方がいいし、ね、はい、まず最初覚えるときはこっちの方がいいし、そうです。で、まあ、それと例えばこれ覚醒習得とかこれ習得したくなるじゃないですか、はい、と思うと、こう移動資質っていうのがあって、マップの敵に発見されにくくなる、要するにシンボルエンカウントなんで敵に見つかりにくくなるんですよ。これはプレイが快適になると、あで、なるほどね、そういうところとか逆もありますよね、きっとね。そうですね、先制攻撃できるようになるとか、はい、例えばさっきショップでアイテムを買ったと思うんですけど、まあ、値切りという形でアイテムの購入額 25% アンするみたいなこういうものをタレントポイント右下にあると思うんですけど、3000ポイント消費して何を覚えるかとか、まあ、そういうものとかをキャラクターごとに習得とかを考えてやっていく、まあ、キャラメイクというところですね。これキャラごとなんですもんね。そうです、このタレントポイントはそれぞれのキャラクターに入るんですか。はい、そうです、入ります。なるほど、なるほど、終わりました、終わりましたね。なので、まあ、例えばだからこれを大剣使いに育てたいと思ったら、例えばこれを装備しちゃって、うん、で、まあ、こっちはちょっといいかな、まあ、こうちょっとサポート的な方が欲しいなと思ったら、こういう風にして敵に使い、外すこともできるんですか。これ外せません。外せない。もう習得したら、そうです。じゃあその次のを覚えたら重ねてというか効果が出て、ね、どんどん出てくるんですね。はい、そういうことです。なるほど。でこのあたりを、まあ、弓とか例えば SP 消費マイナス2、これとかもかなり実は効果でかいんですよね。序盤のその技とかってそんなに消費とか、ね、そうですね、例えばこれとかするととかみたいな。でこれすごい僕も悩むんですよ、これ何がいいんだろうって小西さんに聞いたんですけど、ね、そうなんですよ。でこれが性格が出るのがいいんですよ、やっぱり、うん、そのロープレーなんでなぞりプレイ嫌じゃないですか、うん、やっぱりそのこのキャラクターは大剣使わせてみたいな、はい、別にアーシュラに体術やらせたいねん俺はみたいなことは、はい、そういうふうにやらせたいわけですよ。まあ、僕なんかだとやっぱりこうなんか守られるの嫌だ
なと思ったら例えばこうこっちに切り替えてさっきストーリー的にはお前が後ろに下がって俺が攻撃するぜとか言ってるんですけど、はい、別に今回別にいくらでも変えられるわけですよ、まあ、こういうのがこういうのがいい、まあ、ゲームらしいみたいな、まあ、あえてなんかそういうふうに言いますけど、まあ、そういうところですよね、まあ、強いキャラにこう育ててもいいわけで、まあ、こういうポーズが何でしょう、気に入ったらそういうふうに育ててもいいしみたいな、いいですね、はい、ちょっと長くなるんでちょっと進めていきます、はい、でまあこういうふうにワールドマップ歩いていく、うん、まあこれ本当に、まあ、昔のドット絵のワールドマップだったら、まあ、平面だけでよかったんですけども高低差があるんで例えばあっちの山とか高い山とか行けるんですよ、ちっちゃけで言うと、だから、まあ、そういうのとか、でもこれが旅感みたいな、まあ、冒険感みたいなところの感覚的なとこなんですけどモチベーションなんですよね僕にとっては、うん、そうです、あそこ行きたいなみたいな、そうですね、でそういうのも含めてまあ、やっぱりなんでしょうね、欲しいんですよね、うん、いやもう削るもんなんですよ、やっぱりそのコストとかいろいろ手間とか考えると、うん、すごい手間がすごいかかるんで、うん、本当に手間がすごいかかるんでっていうのはこれ自分で作ったんで設計を今回もう自分でやってどのぐらい行ったら街があるとかみたいなところとかもう途方もない、もうすごい面倒くさい、もう二度とやりたくないぐらいのだったんであれなんですけれども、これなんですか、長方ギルドタワー、あ、そうですね、これなんでしょうね、ゲームの新規要素に関わってくるんですけれども、はい、ちょっとおいおい紹介していきますが、はい、まあ、これが要するにその仲間と連絡が取れる状態みたいなもので、はい、これが何に関わってくるのかなみたいな、まあ、そこでちょっと想像してもらえるといいかな、あ、なるほど、ちょっと大事な要素だ、そうですね、なるほどなるほど、そうですね、全員にしたんでこうパンチでいきましょうか今これ2倍速でしたか、そうですね、分かりやすくやっていくとこう2倍速とか倍速なしの方がいいんで、それでちょっと進めていきましょう、はい、時間が、タレントはメインキャラの方が多く入るんですか、あ、そんなことないです、全員共通で入っていきます、要するにだから控えのメンバーみたいな概念もなくて、うん、共通で入っていくものです、それは、まあ、そうしないとこう優劣ができちゃって、ね、メインパーティーしか使わないみたいな、うん、9人いるってことは別にそういう控えパーティーではなくて9人使うんで、これはまあ、メインキャラクターは9人いるんですよね、そうです、でパーティー自体は5人、そうですですよね、なんですけれど僕の性格からすると9人全員使いたいじゃないですか、うん、っていうところは、ね、ゲームシステム上入れたいっていうところで、セキャラは作りたくないみたいな、そうですそうですね、昔のロープレイを、ね、思い出したりもしますよね、うん、そうですね、システムを考えるとね、その辺とかは、まあ、いろいろとコメントに出てるようにまあ大体まあ想像つくと思いますね、うん、その辺とかは、まあ、これあと背景とかですよね、内装って全部こう手作業というか何でしょうね、やっぱラフを起こしてそれでこうモデル作っていくところなんですけど、あ、やっぱりこういうところなんですよね、今回アートディレクターの浅野雅代さんっていう方で、やっぱこの水彩テイスト、これ線画のテイストをやっぱり入れたい、これが僕の中でのファンタジー感、まあ、ど真ん中のというか、可愛いキャラクターに可愛い背景にしちゃうと途端にファンシーになっちゃうんですよ、そこじゃなくてあくまでも後半にで、そういう世界観、これは僕の中では作りたくって、ここが落としどころだと思うんですよね、うん、これを等身上げちゃってそのリアルにしていくとどんどんその何でしょうね、不自然さが見えてくるんですよ、こういうオーバーリアクションとかもう不自然、うん、棒立ちの戦闘でコマンドバトルが不自然になっちゃうっていうところとかで、まあ嘘がつけるのがやっぱ一番いいんですよね、こういう風になんか何やねんお前みたいな人たちがたくさんいてみたいな、なんか同じ姿してとかみたいなこととか許されるというか、まあ僕はなんかこの記号的なRPG が好きなので、まあそれ作りたいんですよね、わかりますよね、こうあって水彩画のタッチはいいですよね、そうですね、まあそれですね、やっぱり個人的にはやっぱサーフロー2とか好きだったんですよ、はいはいはい、ちょっと思い出しますもんね、まあ、もちろん同じ水彩画でもテイスト違いますけれども、やっぱ思い出すなやっぱなんかこのテイスト本当にその減ってるというか描ける人がやっぱいなくなってるっていうのがあって、やっぱり浅野さんオリジナルなんですよね、はい、いろいろとこう何でしょうね、そういう人とやっぱ仕事してるとやっぱモチベーション上がるしっていうところで、だからワールドマップも頑張って作ろうみたいなそうっていうことですよね、まあ、このテイストを出してるのも浅野さんなので、ああそうなんですね、でキャトルさんにモデルの方にいろいろ伝えてみんなで作ってるで、やっぱここが一番本当お金がかかるんですよマップって、そういうところをちゃんとやっぱりしっかり作っていこうっていうところで、もうお金しかかかんないですねRPG は本当にだからそういうでもやっぱここに向き合わないとっていうところで、多分僕みたいな狂ったやつ作んないと、いや作らないんですよ今コンシューマーでとかみたいな、まあ、
のこじらせてるんですよ。やっぱコスパを考えたりとかしていくと、そうなんです、カットしようってなっちゃうんです。そうなんです。あと流行ってる要素入れようとかになってくるん で売れる要素とかね、まあ、それは陣頭指揮取る人が踏ん張らないと。そうなんです。削れるだけですからね。本当やっぱ守っていかないといけなくて、だからそういう意味でまあ、フリュー実はいい会社好きにこう許されるっていうところで、いや本当にそこのいいんですかみたいなところもあって、でボイスなしでいいんですかみたいなところが。いやでもそれ超いいですよ。だって普通だったら、いや今声入れないでどうするのって普通言うじゃないですか。いや 言うんですよ絶対、ね、でもね、そこをちゃんと分かってくれてって通してくれるのはいいですよ。そうなんですよ。いや萌えとか、だから売りにくいから萌えの要素とかダウンロードコンテンツ、ダウンロードコンテンツないですからね、ありえないですよ。そんな普通に考えてたら、だって利益率とか考えて、今のこのマップのこの崖の感じとかも、あ、そうですね、こことかも面倒くさいじゃん、やっぱりぶっちゃけ作るのって、ね、そうですよね。で、まあ、やっぱ山に登った感みたいな、ね、かもう感覚なんですけど、やっぱ作りたくなって、やっぱり やりたくなるんですよね。これ、こういうのがあるといいですよね、やっぱね。そうですね。ちゃんとこう、あ、見渡しがすごい。そう、歩いちゃんとこう冒険してるっていうか、この世界の中にちゃんといる感がありますよね。そうですね。まあ、そういうような、なんか、作りで。まあ、なかなか本当にだから、エイヤで本当に作ろうっていう風に、まあ、結構、ね、頭のネジを外した人が作んないともう実現しなくなってますよね。今週までやろうっていうのがもうやっぱり今だと難しいので、まあとはいえ別にそんなすげえ予算超過してるわけもないですからね。そうですね、やっぱりなかなか本当に今時代の流れで、まあ、これが王道じゃとか普通の RPG じゃとか僕は言っちゃうんですけど、今普通の RPG って全然違うものですからね。スマートフォンありますから、うん、まあいろんなね、そうです、ロープレの形が出たんですよね。そうなんですよね。だから、まあ、新作を作るってところで、まあ、いろんなロープレの形が出て結果的にこの手のロープレが少なくなっちゃったっていう事実としてありますから、ね、そうなんですよね。でもだから今だからコメント見てると、そこにもでも需要はやっぱあるじゃないですか。いや、あるこういうロープレ欲しいって思ってる方は絶対いっぱいいて、欲しいですよね、やっぱり多分ですけど、まあ、そういうところっていうのはやっぱり誰かがやんないと本当なくなっちゃうというか、うん、難しくなっちゃうんで、まあ、だったら1個その新作 RPG 出ますよってところに打って出ようっていうところですよね、うん。まあ難しい時代ですよ本当に。だからこれロープで作ろうっていうのは全部のせ、ラーメンで言ったら本当全部のせなゲームなんで今結構大事なところに来てますか。ところでそこそこ大事なところ、そこそこ大事なところに、はい、まあ、音楽とか聴いてもらって、うん、まあ、浜田さんいい曲本当に書いてくれるんで、あ、こういうボケみたいなところで可愛いそうなんです。バイト腹が立つって、これはやっぱり今僕が操作してるのを皆さん見ていただいてるんですけど、やっぱ自分でこう読んでいくと、うん、良さが分かると思います。まあ、リズムゲームみたいなもんで、やっぱりセリフを送ってってこうモーションが変わっていくみたいなところとかっていうのを、うん、その操作してるだけでもやっぱり、うん、ゲームプレイなんですよね。それがやっぱムービーに全部になっちゃうと途端にやらされてるみたいになっちゃうんで、うんうんうん、まあ、そことかをこうなんでしょうね、やっぱりこっちを取りたいんですよね個人的に言うと。だからこれボイスが入ると一気にあ、フルボイスだから聞かなきゃみたいな、あれがきついんですよ個人的に。なんか損になるじゃないですか。飛ばしにくい感じがします。そうなんですよ。オンオフ入れるも違うんですよ。オンオフ入れるんだったら、なんでしょう、オンにしてるっていうかな、まあ、感覚ですよね。まあ、こじらせてるんで、そこなんですよ。そこがやっぱり。めっちゃこじらせてるんですよ。そうなんですよね。まあ、そういうようなところとかなんですけど。これ何ですか、これ。これは陰術っていうもので。陰術。はい、これは万象期っていうもの。ちょっとこれ中に入った時に、この陰術っていう、まあ、あれですね、人間が使う術っていうのが、この世界観上だと、この武器の陰を返して術を使うっていうようなものになっていて、まあ、バトルでもちょっと使えるので見せていきたいと思うんですが、ですね、うまいこと中に入った的な感じですね、うん、これね。そうですね、まあ、青い空の読みに来たってところで、まあ、これ村山さんの趣味かなんか分かんないんですけど、このゲームの女の子たちって基本強くて、男苦労人なんですよみんなこれ何だろう、何かあったのかなって邪魔していや本当十何年ぶりぐらいに村山翔太さんの多分ゲーロープレイ、はい、オリジナルロープレイ、はい、そうなんですよ。レガシー2とかにしなかった理由は、はい、村山さんがシナリオを書くからっていうのが一番大きくて、なるほど、村山さんシナリオ書くのにレガシー2とかなんやねんみたいな、お前レガシーとか言ってんじゃねえみたいな僕思っちゃって自問自答したんですよいや会社からは2にしてくれとか、確かに自問自答ですよね何をもってこのゲームレガシーっていうみたいなやっぱあるんですけど、レガシー感ないんですよ。でやっぱそれも含めてちょっとそこはね、ちゃんと新しいものが作んないと。そうですね、あ、覚醒しましたね。覚醒した、ね、でもそういう設定好きな方すごい多かったですね、さっき。そうですね、そういうのを言うので、
そうね、いや村山さんって聞いてうわーってなる人いるんじゃないかなと思うんですけどね。さっきコメントで結構ね、あ、いましたよ、いましたね、あ、はい、ぜひぜひやっぱり、はい、ですね。今覚醒で技を覚えましたか？はい、そうですね、まあ、ああいう形であのバトルの中でリアルタイムにこう、はい、あのバトルの中で成長するというところは、あの小泉教授さんの、まあ、こだわりの部分で、うんうんうん、まあ、そこをこうなんでしょうね、まあ、覚醒という形でひとまとめにして戦っていく、うん、まあ、ただバトルの中だけで成長するとなんか何でしょうね、こう覚醒しなかった時に損な気がするじゃないですか、うん、なので僕の方から経験値的なものくださいと、戦うことの意味をくださいっていうのを育成、はいはい、してそれでできたのがあの資質、はい、資質ってシステム、だから僕が言わないとだから資質システムなかったんで、やっぱ言ってなんぼだなっていう、うん、いや言わないと本当あの何でしょうね、こう尖りすぎて遊べないゲームになっちゃうんで、小泉さんしか分かんないじゃないですか、そうそうそう、そういうやり取りはしたんですね。いや、やり取りもガンガンやってますね、はい、そうなんですよ。で、まあ、それとかもただ個性の部分もあったりするんで、うん、まあ、小泉が本当は遊びたい人とかはもうレジェンドレガシーガンガンやっていただいてまあこのゲーム新作なんで割とこうなんでしょう、感覚的に楽しいみたいなところをこうやって、まあ、結構民主的なゲームですね。みんなの個性が、開発者の個性がかなり出てるゲームなんで、まあ、その辺とかがですね、でも多分なんとなくですけど今プレイしてる中で伝わってるかなとはなんとなく思うんですけどね。割となんかあるあるなネタばっかり入ってると思うんですよ、まあ、ロープレってこうだよねみたいなところ、うん、今もちょうどそういうところに来ましたよね、なんかね、ああそうですね、うん、謎解き、そうですね、まあ、謎解き、例えばパズルみたいなものとか、まあ、こういうものってロープレだと普通だと思うんですけど、うんうん、まあ、あれとか見るんですけど、ただパズルに僕する気はやっぱりなくて、うん、そこにやっぱ意味をもたらせたいとか、まあ、理屈的なところを通したいっていうところがあって、まあ、これちょっとこの後に謎解きに入っていくんですけれども、うん、そうなんです。だから謎解きで分かってもらっていいんですよ、全然、うん、そこは分かりやすくてよくて、うん、でそこに謎を解いた時に何か意味があったんだってところがゲームらしいところっていうところで、うん、小泉さんと一番気が合うとこそこなんですよね、うん、チュートリアル入れたくないんですよ僕、やっぱりそのここでこの A ボタンを押してくださいとかみたいなとか、うん、まあ何をすればいいのかがちゃんと画面見た時に分かんないとダメだし、そうです、だから感覚的にプレイできるってところで UI 今回作ってるところがあって、で遊びやすい RPG にしたいみたいなコンセプト立てたんですけど、いや大変でしたやっぱり、いやそこが一番大変かもしれないです最近で言うと、うーん、ですね、青い空のね流すんだけど、大体だから無茶ぶりにこう付き合わされて、こういう感じ、強いですね、こんな、こういう強い感じですよね、ちょっとわがわがしですね、うん、でまあこれとか調べていくと、どうかなと、見るからに怪しい石像、あ、なんか光が、世界光がみたいな、まあこういうものを見て、あ、まあ、これを見てこれ何だろうなって思うと思う、うん、これ 何だと思いますか、これを見て時計とか思うじゃないですか、うん、じゃあ例えば時計だと思ったらいろいろこうきっかけが出てくるじゃないですか、うん、何時にするとか、そうですね、例えばなんですけど、まあ、ここ入り口なわけじゃないですか、はい、でこっち行くとあの、まあ、用まで見つかってしまうので、うん、まあ、出られないんですけど、で基本美術館を想像してほしいんですけど、美術館で入った時に、まあ、入り口にやっぱりあるものといったら、まあ、これが何を表しているかが分かると、あ、さっきなんかこれ見た、一部分だけ色がついてるな、まあ、ここはですね、いろいろ調べられるところがあって、まあ、こういうふうに調べていって、で、あ、そうだ、ちょっと面白いこと、今戦闘のキャラクターをガリルにしてたんですけども、うん、はい、アーシュラにすることができて、これセリフ全部用意してて、アーシュラで調べるとセリフ変わるんで、いやもうだ急に主人公って言ってるのにガリルだけしか例えばセリフありませんだったらガリル主人公になるじゃないですか、ガリル嫌いな人はどないすんねんって話じゃないですかじゃあキャラが増えたら増えた分だけあったりするところあります、はい、まあ、全部が全部、まあ、共通のところもちろんあるんですけども、はいはいはい、すげえ基本的には、まあ、いやでもそういうのが大事なんですよやっぱり、うん、でそういうところ、ね、でもこう売りにならないからあえてこう放送で言わないと、そうですね、そういうの気づかれないんで、ね、こだわるところとかって、そうですね、それも含めてこういい機会だから、まあ、言っとこうっていうところですね、あ、でそうですね、ちょっと解いていきますね、でまあ例えば、まあ、これが時計だったとして、うん、まあ、これが要するに単身ですよね、じゃあそうすると短い、まあ、これ理屈には実用に乗っ取ってて、これ高い位置からこれ光を放つと短くなるんで、影が、あ、すごいこれはあの実際に僕やったんで理科の実験みたいな、理科の実験、虫眼鏡でこうやって光を、はい、やりました
これはそういう風に作ってます。今の影であの最初の形を。そうですね。で、あの何かがあるだったらこういうことができて開館いたしますっていうので。閉館いたしますの開館。開館。そうなんです。閉館時間。そうです。だからあのそういう理屈なんですよね。やっぱり乗っ取ってるというか。これは自分で設計したので、まあ、そういうところが、まあ、まあここはネタバレしてもいいかなと思って言ってるんですけど、ゲーム全般としてやっぱり理屈を通したいんですよね、うん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 、意味があるというか、そうです、そうです、ああパズルねっていうのだとなえるんで、はい、作業じゃないですか、はい、そこはもうつまらないので、ここはこういう場所だからこういう仕掛けがあるしみたいなことを考えたってことですね。そうですね、まあ、ここは全部自分のデザインなんで、うんうん、あの見どころはもう全部知ってますあれ欲しい、これ欲しいっていうのを全部やってたんで、お武器庫みたい、そうですね、まあ、あれも多分みたいなものとかがあって、あこれも展示品なんですよね。そうですね、まあ、美術館なんでガラクタ、ガラクタガーンガーン、がっかり、残念、ああ壊れてるけど売ればお金になるぞやっぱね、しっかりしてるなしっかりしてるまあこれ持ってくって、はい、そうすると手に入るんですけれども、あ、あ、あ、動いた、あれれみたいな、神気のせいかなとまただ、泥棒だな、泥棒、泥棒そうなんですよ、泥棒をすることってダメじゃないですか、ダメですよ、これダメですよ、ね、っていうところとかが、ね、じゃあこの後の展開でどうなっていくかみたいな、持ってく持ってく、はい、しますよ、はい、でこうそういうことかと。でも そんなに焦ってないよこの子ね。そうですね強い。で、まあ、この選択が出るわけなんですけども、はいはいはい、まあ強行突破するか、お前様を返すかみたいな。うん、これ僕リハの時に全滅したので、まあ、あのお返しします。あおじけづいて。いやこれ。以外ないでも今の選択肢はどっち選んでも同じパターンになるんじゃないんですね。同じパターンになりません。ガチなやつですね。ガチなやつだ。ガチなやつだ。ああなるほど。危ねえ危ねえ。そうです。みたいな。まあ、この人危ない人だなみたいな僕はだからおじけづいたと、まあ、製品までチャレンジした時はそうしてください、そうしてください、はいはい、ただ泥棒いけないことなので、うん、そっちの選択が正しいとか正しくないとかではないってことです、うん、そうですね、そうなんですよ、いやそうじゃないと選択って言わないんですよ、そうですね、どっちかの答えだったらもう攻略本とか見てこっちの選択の方がアイテムが手に入るからこっちを選べってなっちゃうじゃないですか、うんうん、そういうわけではないんで、なるほどなるほど、そうです、今の選択が正しい可能性もあります、うん、あの泥棒しなかったことが、はい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 、みたいな、まあ、このような形でいくと、ガチャリですね、なんかの部屋が来ました、なんか可愛いのいる、展示いっぱいいろんな絵が展示されてますね、そうですね、まあ、美術館なので絵画がこういうのに展示されていると、うん、近くで見てみよう、これどれ見てみたいですかあのアザラシみたいな、アザラシ、あこれね、これ気になる、いっちゃいますこれいきますか、気持ちがあら、かわいい、かわいい、動いた動いたね、あ、動いた、来た、あ、点灯バトルちゃんあ、かわいい、でも丸い、これかわいいよ、野ざらしって感じ、野ざらし結局野ざらしだ野ざらしいいなぁ、あ、学生した、だいたいこうやつ強いですよね、絶対強そう、ヒレパンチ、あー超強いじゃん、ヒレパンチめっちゃ強いよこれダブルフォワードで倒しますかあ、倒せた、意外といけた、いけた、意外といけた、よかった、仲間とかにはならないんですか、ならないですね可愛いからね、理由があればなる、仲間になる理由があれば仲間になります、ね、で例えばどれいきます、次3つぐらいちょっと見せる、あ、じゃあ、あの一番こっちの人みたいな、あ、これいきます、はい、まあこれ、雰囲気あるな、こういう女の子、あ、これは戦闘にはならないんや、まあいろいろありますね、どれいきます、じゃあ宝箱みたいな、宝箱、真ん中のやつ、これ怪しい、宝箱出てきたりしない、あ、いた、
本物だと。やったー、七面子。七面子七夕ってやつだね。そうだね。これまあいっちゃいましょうか。じゃあ順番に。そうですね。どれいきます？え、順番？じゃあ一番こっち側のやつ。左。まあ別に調べても調べなくてもいいんですけど、まあなんかいろいろとこうやっぱ美術品見たいじゃないですか。本物みたいに。みたいに綺麗だな。なんだこれ。どっかで出てきそうだな。あの光ってるやつなんですか？右の。これですか？これですね。まあ、地上の作るもので、これはまあゲームシステム的なものなんですけれども、はい、あのクイックセーブとかリトライができるというもので、まあ、割と重要アイテムですね。いや、バンバン手に入ります。制限かけたいわけじゃなくてっていうところだったりするので、まあ、システムとして入れてるものでっていうところですね。じゃあその横のやつ、これいきます。はい、風景が。おお。あ、でもなんか見たことある。絵の裏から風が吹いてくる。あ、どんぐり。まあ、どんぐり。やったー。まあ、ここを作った人はなんか多分、まあ、そういうのが好きなんでしょうね。多分ですけど。では、そのなんか、あれなんですか、丸いの。これ、樽？いきましょうか。これはいい樽だね。あ、また飽きそう。あ、出てきた。また出た。野ざらし。野ざらし。見てほしいのは今のところとかもそのガリルだとどういう反応するのかとか、うん、まあ、そういうのを想像してほしいんですよね。まあ、今回のこの実況のプレイだとあのアーシュラの反応だったんですけど、うん、ガリルどういう反応するのか、それにキャラクター性がこう楽しめるところですね。この野ざらし君はちょいちょい出てくる系ですか？出てきたり出てこなかったあ、この野ざらしはいいですね。人気が出る気がする。あ、これは人気が出る気がする。人気が出ると思う。かわいい、かわいいもん。まあ、モンスターデザインやっぱり結構4人ぐらいでやってるんで、うん、まあ、佐々木のり子さんっていう、 もうベテラン、大ベテランの方ですよ、うん、デザインされてるんで、まあ、そういうキャッチーなキャラクターも出てきますと、うん、まあ、敵も、はい、ですね。あと、まあ、これ大本命の、はい、まあ、これがこうなんで、さっきなんか、まあ、大ヒーローのなんか関係あるのかなということで、うん、多分これがなんか意味があるんでしょう ね、うん、ね、まあ、時計だとしたらこれが何時かなみたいなところで、うん、ネーミングもいいね。野ざらし。あ、野ざらし。あ、これ小泉さんのネーミング。小泉さんご、あの語彙力高いんですごい、すごいですよ。面白い。いや、いいですよね。まあ、あのアイテムの名前とか、あのよくわかんないアイテムの名前、これ何ですかって聞くときに大体面白い答えが返ってくる。いや、本当に。あ、そうなんだ。いや、もうすごい。あ、そういう意味なんですかみたいな、勉強になるなみたいな。小泉さんの中でちゃんと意味があって。意味があって理屈もあってみたいなところで。これ何のためにこれあるんですかと聞くと大体返ってくる面白い答えが。まあ、その辺とかはちょっといろいろとね。怪しい部屋に来ましたね。そうですね、こういうような。まあ実はこのゲーム乗り物が存在するんですよ、うん、ワールドマップ作る理由で乗り物欲しいってところで自分で、うん、まあ、考えた時に、まあ、乗り物を登場させたいと、うん、なので乗り物があるなんか文化っていうのが多分あるんでしょうね、このゲームの場合とかだと。あ、まあ、ここはまあ別に何でしょうね、まあ、何かあるわけでもないんですけど、何かあるんですけれども、何かあるんですか？光るかな、これなんでしょうねみたいな。あ、光った。明らかに怪しいですよ、ね、飛んでる飛んでる。ドンキだなこの子。まあ、ここ忍び込んじゃいけない場所ですからね、閉鎖美術館なんで。まあそれがねっていうところで。あ、もっと飛んだ。めちゃ飛んだよ、めちゃ飛んだ。早くなった。へー、もっと早くなった。おうおうおう、やべえやべえ。これまだちょっと紹介はしてはいないんですけれども、うん、まあ、やっぱ理屈があって、うん、これ覚えておいていただけると、うん、ああそういうものが世の中に実は存在してるんだっていうのが、まあ、現実に実はこれある乗り物というか設計図だけ存在してるものだったりもするんですけど、それをゲームだったら実現できるっていうところで、うん、これですか？あのゲームなりのデザインをして、この本作なりのデザインをしてあるものなんですよね。で、まあ、こういうのが多分ある文化なんでしょうね、このゲームの世界だと。まあ、そういうところとかがいろいろとこう、なんでしょう、分かってくるんですね。宝箱は取らないんですか？取らないですか？まあいいんじゃないですか。いや、まあ、あの気づかなかっただけです、すみません。完全に失礼しました。ですけれども、さあ帰ってきました。まだあるか。一
たいな、まあ、4つぐらい多分長あって、うん、なんかあそこもなんかありますね。明らかにね、ここね、なんかね、そうな感じですよね、うん、まあ、それそうですよね、開かないですね、開かないよ、まあ、ここ開いたらちょっとおかしいですもんね、雰囲気的にね、嫌な感じがする、うん、なんかあるんでしょうね、うん、まあ、あとはデザイン的に背景にこだわってるゲームなんで、うん、模様とかそういうものとかをなんか見ておいてもらえると、雲みたいな模様が、そうですね、とかみたいな、まあ、やっぱり思想を込めてるってところがあって、まあ、単純に美術館ですって発注してるわけではないってこととかですよね、太陽とか、そうですそうですね、そういうモチーフとかが何かに多分、うん、仕事が、まあ、質の質的なところなんでしょうね、うん、お、回せる回せる、あらあら、いっぱい回せる、うん、この辺の音もいいですね、うん、そうなんですよ、そういうところとかですよね、細かいですね、片手で回す、アーシラちゃん止めてほしい、確かにいいな、力持ち、こんな感じなんだかっこいいあ、お、光った、おお、出ましたね。まあ、今のとかも、まあ、あえて言うと、まあ、やっぱ同じ技術みたいなものを使って、はい、まあ、アージュは陰術って使ってるじゃないですか、はい、そういうものをなんか多分ここの美術館ではあったのかなみたいなところが分かると思うんですけど、まあ、そういうところですね、うんうん、まあ、まあ、パズルはパズルなんですけど、はい、まあ、そういうところにこうちょっとピントを切っといてほしいというか、うん、なるほど、鏡、とりあえず持っていこう、とりあえず持っていく、そういう人です、手癖がちょっとね、そういう人、手癖がちょっとですね、とりあえず持っていく、とりあえず持っていくあ、そうなんですよ、ここ多分あの脂質の効果が効いてて気づかれにくくなってるんですよね、うん、どんな、あ、インセント取られてる、あ、そうなんですよ、でこれ術を使うと、はい、まあ、陰術なんで、まあ、晩鐘器と呼ばれる片身の短剣っていうものを使ってると、はい、あの、まあ、さっき壁の穴を開けた武器です、これ、はいはい、でこれ使うと、はい、まあ、回復が、癒しの陰という形で回復魔法が唱えている、なるほど、まあ、いいですね、単純に、まあ、発射台でこの晩鐘器と呼ばれるアイテムを装備してるとあの術を使うことができるみたいな、まあ、それが人間の術です、うんうん、であの別の種族 の術もあるんですけども、それはまたちょっと違う使い方になって、うん、でガリルとアーシュラはパーティー固定なんですか？ここでは固定ですね、はい、あの先の方に行くことは割と自由に変えられます、あ、そうなんですね、ガリル邪魔だったらもう後ろに下げてもいいし下げてもいいし、別にアーシュラも使わなくてもいいですし、はいはいはい、自分の好きなキャラクターでっていうところは、資質で、あの、敵に狙われにくくなるっていうのをつけたじゃないですか、はいはい、あれは狙われにくくなったキャラクターが戦闘にいたらっていうことなんですか？あ、そういうことじゃないです、あのパーティーにいたらあの全員に共通されます、要するに多分これ仲間が他のやつが増えてきたとしたら、うん、アーシュラだけがその石膏術を持っていれば適用されるので、うん、まあ、誰にそういうなんかサポート的な資質を覚えさせるかみたいなとか、あ、まあ、じゃあこいつサポート系って決めたらもうそっち系ばっかりに覚えさせてもいいしみたいな、一応あの公式サイトから情報公開してるので、はい、9人キャラクターがいてどのキャラクター使いたいとかは決めといてもらえるといいのかなって気もしますよね、うんうん、まあ、そういうところとか、で、まあ、成長方針とかもなんかそれとかもどういうふうにしようかな、うん、まあ、そういうのを考えていながらというか、まあ、感覚的にやっぱプレイしてほしいんですよね、うんうんうん、あれこれこう考えずにみたいな、なるほどなるほど、そういうようなところでこうプレイしていってほしいですね、まあ、こういうような形で、まあ、さっきのなんか絵画の画で一番てっぺんだけ多分なんかあったじゃないですか、そうですね、なんか多分それにするとなんかあるんだろうなみたいな、なんかありますよね、なんかある、何やろ、ね、みたいな、ですね、でも確かこのあ、杖持ってなかった、これって杖持ってないんですけど、さっき多分持ってきましたよね、取ってきた、なのでちょろまかしたやつ、ちょろまかしたやつちょろまかしたやつ持った、これでよしとすごいな結構でかかったね、でかかった、持ってきてたで多分なんかあるんでしょうな、これがまあ短針、長針ですね、はい、で多分これでその12時とやらなんですかね、あ、光
ことお。おお、いいじゃないですか。これいい、これいい。階段。やべえ、ちょっとワクワクするな。これめっちゃワクワクしますね。ワクワクする。ただいまの時刻より、まあ、最上階天空の間を公開いたしますというところで、今の音楽がスッて消える演出とかいいっすね。これは自分でやってます。でも多分これに乗ると、あ、登れる。本当に登れると思いますね。なんか金属らしい足音がしてますけど、多分そういうものなんでしょうね、これは。へーですね。まあ、この先はプレイしてもらったらいいかなと思って。あ、見たいな。ここまでだから、まあ、要するに今の話とかも、まあ、実際にプレイする前にこれを知っちゃうとネタバレじゃないですか。だから宣伝で結構難しいなと思っていて、ここはもう全然もう宣伝用に作ったところでもあったりするんで、まあ、自分でもう設計したので、ここはもう最初に見せるところで体験版にも入れようみたいな、まあ、そういうような意図で作ってるところだったりもするんで、なんでしょうね、そういうふうに、まあ、見せる場所として、うんうん、体験版って やれればやりたいんです。時期は分からないんですけど、まあ、できたらいいなって。いやできたらいい。いや、これとか見せても結局触ってもらわないと難しいところあるんですよ。だから体験会もやるんですけれども、うん、あの今月の、ね、あ、そうですね、はい、一緒に、ね、やりますけれども、ね、まあ、そのあたりとかやっぱ実際に触ってもらわないと、やっぱテンポ感とかそういうものとか、まあ、新作ギャンブルなんで、あの、なんでしょう、体験会ね、体験会、はい、あ、なんか来ました。じゃあちょっとシステムのあたりをちょっと解説を補足をしていきますかね、はい、ぜひぜひだと思うので、まあ、例えば陣形っていうものがあるんですけれども、基本的には、うん、まあ、2人陣形っていうように、まあ、キャラクターが増えていくと、あの陣形がまあ変わっていくんですけれども、基本的には、まあ、ポジションっていうものがこうあって、はい、まあ、アタックポジション、カードポジションっていう形で、まあ、位置によってポジションが決められていると、それで効果が違うんですね。そうです。で、下画面の方を見ていただきたい、まあ、これ補足でつけているんですけれども、はい、まあ、そういうガードのポジションの場合は前列にいるとこう、なんでしょうね、防御力が上がるので受けるダメージが減ると、でも前列にいるので攻撃力が上がるみたいな、まあ、そういう相乗効果というか、はい、でどこに置くかみたいな、なるほどなるほど、狙われ率みたいなのが狙われやすくなるけどってことですね。なるほどなるほど、ふむふむ、まあ、こういうようなところで、まあ、要は役割をまあ決めていくと、で、そうか、そうか、中列もあるんですね。そうですね。なるほど。あるので、まあ、最初こういうところから学んでいってもらって、うん、まあ、普通に今の説明聞いてて思うと思うんですよ。いや、自由にさせろよと、はい、要するに配置も何もかもみたいな、まあ、そうですね、そういうのもあります、ね、そうです。そういうところが、まず最初のこの序盤のところはそういうふうにこう学んでいただいて、で、後々まあできるようになる可能性はあります。はい、あのこれはプレイヤー次第です。あのそこの部分、こういう要素が好きな人はもう戦略を研ぎ澄ましてもらえればいいと、うん、そこが実はさっき の、 あの塔に関わってくるところなんですよね。塔、あのタワーがあったじゃないですか、色、あれ、まあ、色ギルドという要素なんですけれども、まあ、そこの要素に関わってくると。これ陣形とかは割とオーソドックスっていうか、スタンダードにデフォルトで決まってるやつもある、ね、はい、これ僕がもう推奨でこの4 つ、 つ、はい、あのあらかじめ作っておいたものなんですけれども、はい、これが要するにあの後々あのプレイヤーの進め方によって自由に作れたりとかするようになる可能性があるというような、まあ、どうでもいい人は別にこれ人形頼らなくてもいいわけですよ。そういうのが選んでほしい。めんどくさいって人もいますね。そうなんですよ。小難しくっていう風に考えたくはなくて、感覚でとにかくプレイしてほしいんですよ、うん、ストーリーガンガン進めるでもいいし、うん、まあ、寄り道したい人は寄り道するみたいな、そういうなんか余地をとにかく残しておいて、まあ、ロープレイらしくっていうところですよね。で、まあ、あのこの辺とかもヘルプが入ってるんで、あのどういうものであるかみたいな、アタックガードサポートとか、ありがたいみたいな、まあ、これ自分用です本当に。あんまりここまで普通書かないですね。そうなんですよ。だからこれ電子取説ってあの標準で入ってるんですけど、あ、そう、まあ、要するにそのソフトに入ってるんですけど、あれって複雑に書けないんですよ、まあ、情報量としてあの分かりにくい、まあ、でそれなのでゲーム中にも入れざるを得なくて、まあ、そうですね、そういうところとかをこうやっている感じですね。まあ、これ自分用ぶっちゃけて言うと、自分が遊びやすくするようにいや、いいですよ。そうですね、2画面の利点ですよね。そうですね、気になった時にね、すぐに見れますもんね。そうですね、まあ、あとはなんか、あ、名前変えられます、このゲームの場合、まあ、例えばなんか自分の名前にしたいみたいな人はなんか
例えば、まあ、漢字も使えるんですけど、まあまあ、サタカ、まあ、自分の名前例えば、はい、でとかこうアーシュラちゃんにこうアーシュラなのに、はい、マサタカと呼ばれたいみたいな、はい、そういうのもできるし、あ、多分ムービーがあるゲームとかだと、ムービーでボイスが必要だと、あの自分の名前呼んでくれないんでっていうと、まあ、実はボイス入れるとそういう制約出るんですよね、まあ、そこだけ、ね、声が乗らない、そうなんですよね、だからいや、いると思うんですよ、こういう風にやっぱりこう好きな名前つけたいみたいな、うん、まあ、昔のゲームとかね、やっぱり当たり前につけられたと思うんで、あーシュラちゃんじゃなくて、まさことかで、そうですよね、まさこちゃん、まさたかまさこ、そうなんですよ、それだけでも絶対愛着湧くじゃないですか、なんか、いや、まさこ、やっぱそれがやっぱり大事で、うん、まあ、そういうところとかですよね、いいですね、まあデフォルトに戻したければもうデフォルトに戻すっていう感じで、うん、あ、デフォルトもあれで、まさこ、ね、とかみたいな、まあこういうような感じで、うん、いいですね、このステータスがこういう風にちゃんと見られるのも、ね、そうですね、あ、そうだ、一つ言っとかなきゃいけないのが立体視、これ あるところとないところがあります、これあのレガシーの2とかにしたかった理由のもう一つなんですけど、レガシーは立体視超こだわったんですよ、はい、そうです、ね、でそれを例えばなしにしましたっていうと、うん、あの劣化じゃいってなるじゃないですか、うん、であのワールドマップとかバトルはテンポ重視とか、うん、あの視界優先のために切ってます、ワールドマップは、うん、あの処理打ちしちゃうんで、それこそもう本末転倒、うん、はい、要は立体視を取るためにモンスターの数を減らすとか、うん、そういうところとかをこうしなきゃいけないので、うんうん、今回、まあ、でもこういうところステータス画面とかに1対1が対応しているので、うん、キャラクターを見たいとかって時は実はそういう方が良かったりするんですよね、うん、なるほど、です例えば、まあ、あのこの人形画面とかだとこれ1対1が効くんで、うん、まあ、こういうところとか、まあ、あと図鑑とかがあるんですけど、あ、はい、そういうところでは図鑑とかはいいですね、そうです、そうです、だからそういうところで使えばいいと思うんですよ、うん、ぶっちゃけて言うとっていうところ、ただあのレガシー2とかにするとこうなんでしょうね、まあ、レガシーはだってそれこそフィールドアップとか、ね、そうなんですよ、そういう前提で作ってましたから、だから逆に言うとあれが前提になるじゃないですか、超えられないんですよね、発想としてあれを、あのポコポコの地図を描くみたいなところとか、理屈を詰めてあの演出にするみたいなところとか、でどうやってもこれ無理だったんで、まあ、そういう風にしたというところもあって、いやでも図鑑とかでやるのはいい、そうですね、いいですよ、それは、まあ、やっぱりプレイしてて思うとか、あ、お見せしていて思うと思うんですけど、あのやっぱプレイ感が違うものをやっぱ続編っていうのって商業的な理由でしかやっぱりないんで、うん、やっぱりこうなんでしょうね、レガシーとは真逆のところに、うん、見た目はまあ似てるのかもしれないんですけど、うん、まあ、デザイナーさんとか同じだったりするんで、うんうんうん、まあ、似てるからといってやっぱりそれをなんかね、こう続編というってことは、まあ、結構嘘をつくことにやっぱなっちゃうので、うんうん、すごい誰も得しないんですよやっぱり、うんうん、まあ、そういうのも含めてちょっとなんか新作らしいところで、まあ、ね、レガシーとどう違うんだろうって興味で手に取ってくださる方はそれもそれで全然いいんですけれども、うん、はいはい、まあ、開発目線として、まあ、企画者としては、まあ、そういうその一回全部バラして、うん、あの村山さんっていうそのキーマンを据えて、うん、まあ、そういうようなところをやっていく感じですね、うん、なるほど、というような感じで、まあ、大体まあ要素としては紹介できたかなと、でタレントポイントもバトルすると溜まっていくので、まあ、こういう風に、うん、まあ、習得していったり、1回のバトルって大体どれぐらい入ってたんですか今の、まあ、10とか6とかなんですけれども、それを能動的にこうバトルしていくとだんだん溜まっていくし、でしかもタレントポイントを貯めやすい方法っていうのもやっぱりあるんですよ、ああそうなんですね、そうです、効率的に、まあ、そういうようなところとかも、まあ、タレントのポイントはこれバトルでしか手に入らないですか、基本的には、はい、そうなります、なるほど、なので、まあ、そういう効率的にタレントを貯めるのにどうすればいいのかみたいなシステムも入っていて、はいはいはい、まあ、そういうふうにこう、まあ、やっぱりバトルも煩わしくしたくないわけですよ、だから能動的に戦ってほしい、はい、でそれを、まあ、今回ちょっとタレントという形に置き換えてやっているという、なるほど、まあ、そうすると敵のバリエーションとか個性とか結果的に出ますもんね、だ変にだからストレスとか溜めてほしくないわけですよ、はい、こう最適解がないからっていうところで攻略をこうなんでしょう、やっぱ自分で考えて感覚でプレイするみたいなところとかですよね、やっぱりそういうようなところを、まあ、大体コンセプト的にとか、はい、まあ、やりたいことは伝わったかなと思うので、まあ、こういった形で、わ、はい、かりました、です、ね、さあ、じゃあ実機プレイはこの辺までですね、はい、じゃあ画面の方戻して